こんにちは。12月の11日金曜日の井川竹部でございます。さて本日の午前10時頃からですかね、ラジオ日経さんのマーケットプレイスという番組に出させていただきました。今週のテーマというところでは原油の下落、それに伴っての資源国通貨安、そして世界的な株式市場でのリスクオフがちょっと目立ったのかなというところで、先週はですね、ユーロ、欧州中銀の、ドラギ、マジックというんでしょうかね、ドラギ総裁に、期待をというんでしょうか、マーケットのこれも失望という言い方はちょっと変なんですけども、大きくどんでん返しされたというところと、そして米国の雇用統計が2つの大きなテーマだったわけですけども、今週は石油動向、原油の価格に合わせての動きと、でこの辺は先週でございますけども、 OPEC 総会ございますのでご注意くださいませというふうにして申し上げたんですが、資源国通貨で特にランドなどの下落というのが今週非常に厳しかったのかなというところだと思います。ラジオでどういったコメントさせていただいたのかは、あのリキアの FX 道場、ブログの方でですねコメントさせていただいておりますけども、やはり本日もそして来週もなんですけども、この原油の下落というのはちょっとテーマとして引きずりざるを得ないのかなとこういうふうにして見ております。さて本日の東京市場でございますけども、こちらご覧になっていただければというふうにして思います。ドル円相場においては121円台の後半を中心に推移という形になりますでしょうかね。日経平均株価の方はちょっとこちらの方は反発いたしました。19,230円48銭とこういうような水準で終了しているわけでございますけども、先物オプションの、SQ も終わったというところでは少しグッとその後一旦アク抜けというんでしょうか、上値を試すような展開になったわけですが、19,300円水準はどうしても、上げることができず、そしてドル円相場の方でも、こちらの方も、水準感は前回の日替わり竹部でちょっとご案内させていただきましたが、122円台の2030水準をちょっと超えていくのがなかなか、大義名分がドルブル派にとっての大義名分がちょっと希薄な、東京市場でございました。さてで今回でございますけども、毎週末ご案内させていただいております、ウィークリーレポート、こちらの方でご案内させていただくんですけども、今回のタイトルこちらでございます。来週の FOMC に向けてというところでございますけども、米金利正常化宣言後の台本、シナリオ遂行場面と、ちょっとタイトル長いですけども、 いよいよ来週でございますけども、9年ぶりというんでしょうかね、10年ぶり、米国の金融政策、政策会合においての金利正常化が目論まれているというところが来週でございます。もちろんこれ絶対ではございませんので、ただしちょっと私の個人的な、個人的なというか、多分皆様方も同じかとは思いますけども、ここまで FRB 幹部、イエレン FRB 議長をはじめとして利上げ志向を強めさせる、示唆するような発言があって何もしなかったとなったら、これはちょっとマーケット大荒れになるだろうなというふうにして思いますが、おそらくそういった状況にはならないと踏まえた上で、じゃあその次は何だとこういうような内容で書かせていただきました。当社サイト、そしてまた関連のところからご覧になれるように手配しておりますので、ぜひご覧いただければというふうにと思います。さてそしてこちらのウィークリーレポート、いつもご案内しておりますけども、この売買比率動向に関してでございます。ご案内させていただきますのが今回のタイトル、こちらでご案内させていただこうかと思います。円上昇でも強気なドル円心理と12月14週見通しと、12月14週見通しの方は改めてでございますが、米金利正常化宣言後の台本シナリオ遂行場面というところで、週末、16日を週末という言い方にしていいんでしょうかね、厳密には東京が受けては12月の17日木曜日の朝から、バタバタと織り込んでいくというふうにして見ておりますが、週半ばに向けてアメリカの金融政策会合、こちらに向けての思惑というのが非常に強まってくるだろうとして見ております。で来週でございますけども、月曜日においては日銀の短観がございます。そして金曜日においては日銀の金融政策決定会合も一応あるというところで、対米ドルでの水準が図られるというふうにして見ていますが、内容の方は改めてでございます。ご覧になっていただければと思いますが、前回の日替わり竹部のところで、ご案内させていただきましたテクニカル的な水準、この辺の水準を改めてご案内させていただいております。さてで今回の日替わり竹部、円上昇でも強気なドル円心理と題させていただきましたが、まず右上のところ、ドル円ほかクロス円でございます。主要クロス円なんですが、やはり12月4日前回の米国の雇用統計以降、円買い戻しというんでしょうかね、外貨売りの円買い圧力が非常に強まった週でございました。今週振り返ってみますと、こうした騰落率で見ると、ほぼほぼ
マイナスだったと、下落したというところなんですが、さて、ではドル円においても、まあ、もちろん下落しているわけでございますけれども、市場参加者 FX ユーザーの皆様方はどういった動きを見せたのかというところで、こちらの売買比率動向をご覧になっていただければというふうにして思います。青い方が、買い比率なんですが、さてドル円相場、12月の4日、米国の雇用統計で、123円台のミドルを挑戦するような形、ミドル突破をするような動きがありましたけども、そこからじりじりと下がっているのはご存知の通りかと思います。ただしでございます。この青い線、その下落に合わせてですね、買い比率がぐーっと上昇してるんですね。ここ最近にない逆張り志向が、まあ、非常に顕著だったというところです。そして直近においてなんですけども、ここが非常に興味深いところです。昨日の東京日中から今日にかけてなんですけども、122円台、121円台の前半からミドル、この辺を値堅くさせていって、でこの辺のテクニカル指針も申し上げましたが、122円台、前半、2030まで意識するような動きになったときに、この動き実はちょっと下方ぶりなんですけども、順張りなんですよね。逆張りではなくて、上がっているところを買っていくような方々が多かったということで、さらに買い比率がぐんと上がっているようなところでございます。さてそうなりますとなんですが、現状において121円台の、まあ、前半からミドル、ないしは後半では買いたいんだという方々が多かったのかなというのが結果として、この売買心理動向から伺われるところでございます。さてそうなりますと、来週でございますけども、改めて、まあ、FOMC 前の調整というところも出てくるかもしれませんが、どの程度までこの逆張りないしは順張り追随、での思考でのドル買い円売り圧力というのが FX ユーザーから出てくるのかが、これ非常に興味深い深いところでございます。長期運用方におきましては、やはりドルの押し目買いというところもあろうかとは思いますが、この辺をですね、先走り的にという言い方はちょっとよろしくないですね。先行したという形になりますでしょうかね。ドル買い円売りを持ち込んだ FX ユーザーの方々がどの水準で利食いをイメージしていらっしゃるのか、この辺はまた来週になると結果が出てくるかと思いますが、来週のこの FOMC 前に一旦利益確定に動くのか、それともずっとこのままドルロング円ショートで FOMC を迎えるのかというところでは、またマーケットの需給に大きな影響を与えるかというふうにして見ております。こちらの方、また詳細の方は来週改めてご案内させていただこうかと思います。本日でございますけども、改めて金曜日週末ということでございますね。今週の大きな動き、うねりの調整が今夜米国の雇用統計、まあ、先週の動きからの持続性をもってして一旦下がってますけども、もう一回、反転していくのかどうかというところが問われる週だというふうにして見ております。週越えのポジション、もちろん、こうしたものにおいてはですね、来週の始まり値、そして今週の終わり値との乖離という部分のリスクも、十分ご留意していただいてお取り組みいただければと思います。以上、12月の11日金曜日の日替わり竹部でございました。